プルップルの背脂に大量の生姜。函館市の有名ラーメン店ラーメン麺吉が今日から始めた背脂生姜函館塩ラーメンです。あ、全然こってり感がなくてあっさりしてますね。背脂といえばこってり脂っこいイメージがありますが、このラーメンは違います。誰もが食べやすい、体が喜ぶ、そんな工夫がありました。それは秘密は背脂を圧力釜の中でじっくりと時間をかけて炊くこと。これで余分な脂は落ちて、ヒアルロン酸やコラーゲンなどの成分を取ることができるといいます。そこに生姜を加えることで新陳代謝を促す効果も期待できます。食べてもらうお客様に美味しいラーメン、安心して食べてもらえるラーメンっていうのを作っていこうぜと。それ で全国各地で集まった店舗で出すラーメンがこの背脂生姜ラーメンなんですよ。このラーメン、体がうまい、体が喜ぶラーメンを作りたいと、全国26のお店が今日から一斉に背脂と生姜を使った商品を始めました。北海道からはこの麺吉以外にも札幌の五条原なども参加する一大キャンペーン。それぞれの店はトッピングなどで個性を競います。麺吉はより体にいいものをと、道南の名産ふのりを選びました。海の中に数多く設置されているコンクリート、そこに繁殖しているのがふのりです。北斗市では天然のゴツゴツとした岩の代わりに平らなコンクリートでふのりを育てています。この育て方、日本で初めてのものなんです。こうして採れたふのりの食感と独特の風味が加わり、ラーメンの味の幅も広がります。この背脂と生姜ともこの海のもの、この3つがもう組み合わさって美味しいラーメンになってるんで、女性の方もそうですけど、年配の方にもぜひ取ってもらいたいラーメンになってますね。